もこれでめげてしまいそうなくらい重い。記事を書けって言われても何も思い浮かばないし、とりあえずこの新聞を見るのが先か。とりあえず教室に戻ろう。随分な大荷物だな。ごきげんよう。ええ、特にこれが重くて。年代物だから大事にしろとか言われたけれど、こういう機械的なものってよくわからないわ。相馬さんはこれからどちらに行かれるのですか？ああ、昼寝でもしようと思って。泉に。昼寝をしに泉に？水鬼だから。お前はそれで写真でも撮るのか？あ、はい。先日校内で発行される冊子の記事を書く機会があったのですが、それを見た先生からよく書けているから校内新聞の記事も書かないかと言われたんです。新聞。そういえばそんなものもあったような気がする。だがそれは新聞部の仕事じゃなかったか？お前部員になったのか？いえ、そういうことでもないのですが、唯一いた部員の方が卒業されたそうで、廃部を食い止めるために私が勧誘されて断れなくて。お前も大変だな。まあ今さら投げ出せないしやるけれど、それでどんな記事を書こうか悩んでいるところなんです。先生は何でもいいとおっしゃったのですが、なかなか思い浮かばなくて。相馬さん、何か案がありません？町の菓子特集。町で売っているお菓子をまとめた記事かしら。一応お尋ねしますけれど、それってどういった内容の？町にある甘味やミルクホール、カフェなどで販売されている菓子を全て網羅した特集記事だ。予想通りだったわ。その悪くはないと思うのですが、あまり偏った内容もどうかと。新聞は卒業生や関係者の方の目にも触れるものらしいですし、いろんな方に興味を持ってもらえるような内容が好ましいような。ダメなのか？残念。ですが参考にさせていただきます。ありがとうございました。まあそれじゃ。新聞読んだけれど結局何を書けばいいのか分からなかったわ。もらえる人も限られるわよね。重たい。カメラを持っていれば記事の案が何か思い浮かぶかと思ったけれど、何も浮かばないし。何が記事になるかしら。相馬さんみたいにいっそ私の興味があることでも。清涼院内の桜を見て回って、桜の何について記事にすればいいのかしら。もう片
片っ端から写真でも撮っていこうかしら。そうしたら思いつくかも。でもこの重たいカメラ抱えてうろつくのもな。誰か手伝ってくれそうな人。シロンは無理ね。今日も図書室にこもって日下先生に出す書類を作るって言っていたし、葛城さんを誘ったら大騒ぎになって写真どころではなくなりそうな。どうしよう。何がだい？おっとごめんね、そんなに驚かれるとは思わなかったんだ。ってどうしたのそれ？それって、あ、これはその、なんというか君もよくやるよね。それでその重そうなものを引きずってどこに行くつもりだったんだい？場所はまだ決めていなかったけれど、桜があるところ、中庭とか。とりあえず中庭に行こうかと。本当によくやるよね。よければ手伝うよ。女の子がそんなものを細腕に抱えているのは見過ごせない。どうしよう、阿佐ヶ谷さんに気を許すなってシロに注意されたのよね。行かなきゃ時間がなくなっちゃうよ。あ、ちょっと阿佐ヶ谷さん。あら、阿佐ヶ谷様の声がしたような気がしたのにいないわね。気のせいだったんじゃない？やっぱり図書室にいらっしゃるのよ。行きましょう。逃げているんですか？いやそんなことはないよ。ただせっかく君と話しているんだからと思っただけさ。で、中庭に行くんだよね。付き合うよ。まあいいか、カメラは重いし。そうだね、合い引きに適した場所をまとめるとか。町の広場、公園、おしゃれなミルクホール、あ、案外裏通りなんかも。冗談だって、そんなに冷たい目で見られるといくら俺でも傷ついちゃうよ。別に阿佐ヶ谷さんが傷つかないなんて思っていません。まあね、こういうのは俺の得意分野だから。まあもう少しでそうじゃなくなるかもしれないけれど。今何か、あの朝、そうだ、桜といえばさ、俺もこの前もらった見取り図で担当の場所を見ているんだけれど、やっぱり校舎の近くにはなさそうだよ。百年桜って樹齢も相当だろうし、かなり大きな木だと思うんだけど、この辺りにあるのは若い木ばかりだ。だからさ、森の方を中心に探すようにみんなに言ってはどうだい？その方が見つかる確率が高いと思うよ。やっぱり何か変よね。ねえ、君はどう思う？阿佐ヶ谷さん、
何？どうなさったんですか？少しご様子がおかしいように感じたのですが、何かありました？ごめん、なるべく出さないようにしているつもりだったんだけど、君の前だと気が緩んじゃうみたいだ。ちょっとね、家のことでいろいろあって、いつまでもこうして遊んでいられなくなるかもしれないんだ。そんなに深刻な話ではないんだけどさ、どうしても逆らえないことがあって。都合ですか？そうだから、まあこうやって自由にしていられるのもあと少しだなと思ってたんだ。阿佐ヶ谷さんの実家、家族で家の都合に逆らえないこと、縁談かしら。ま、俺は今まで通りに過ごすだけだけど、せっかくの残りわずかな自由だ、謳歌しないともったいないからね。他人事ではないわ。私とシロンも自分たちだけでは決められないもの。シロンのお父様に認めてもらわなきゃいけない。取材が必要よね。写真を撮るのも取材だけれど、図書室で文献を漁るとか。写真もとりあえずは中庭として。でも校門付近のも撮りたいわ。でもあそこまでこのカメラを抱えていくのってすごく大変。ごとこ、図書室にこもるって言っていなかった？さっきそれが終わったんだ。今は日下先生のところから帰る途中だったんだが。君、そのカメラはどうしたんだ？実は面倒なことを押し付けられたもんだな。できないことはできないとはっきり断った方が自分のためだぞ。それは否定できないけれど、原因はあなたなのよ。シロが私に記事を書かせたからこんなことになったんじゃない。元をたどればね。でも辞退しなかった君が悪い。まあでも良かったんじゃないか。実際君の記事はよく書けていたし、それが先生にも認められたんだ。よくないわ。それにあれを断るなんて無理だったわよ。正直に言ってしまえば、それは分からなくはない。僕もそんな具合であの仕事を押し付けられたんだ。人には断ればよかったのにとか言ったくせに、自分でも断れないことがあるんじゃない。まあシロの場合は優等生だから仕方がないか。取材をしたいんだろ？だったら僕が手伝ってやるよ。え？ありがたいけれど忙しいでしょ。無理に時間を割いてもらうのは悪いわ。このくらいなら構わない。君一人でこれを持って回るのも傍から見ていて危なっかしいしな。確かにふらふら歩いてはいたけれど。だから付き合ってやる。ほら行くぞ。それで桜のことを記事にすると言っていたけれど、
具体的にはどんな内容を書くつもりなんだ？具体的にはまだ決まっていないけれど、とりあえず清涼院の中にある桜の木を写真に収めていこうかと思って。この辺りも桜の木でしょ？まさかつぼみの桜を撮るつもりなのか？そんな写真ばかり集めて何が面白いんだ？咲いたらまた撮りに来るわよ。でもせっかくだし。あ、そうだわ、桜が開花していくまでの写真をたくさん集めるっていうのはどう？そしてその成長具合を記録した記事を書くのね、いいと思わない？なんだかすごく大雑把というか無計画じゃないか。そんなことで本当に記事が書けるのか僕の方が不安になる。大丈夫よ、そのあたりは徐々にちゃんと形にしていく。題材としては桜でいいと思うのよ。誰でも知っているし、今の季節に合っているし、植物の生態とかそういう堅苦しい内容にしなければそんなに偏った記事にもならないはず。多分何？さっきからやけに楽しそうじゃないか。押し付けられた仕事だと言っていたが、気乗りしないわけではなさそうだな。え？楽しそう？そうかしら。シローが一緒なん、シローが一緒だからかな。カメラを貸してちょうだい。どうやったら撮れるのかしら。これだっけ？いや、こっちを動かすんだったかしら。おい、君、もしかしてカメラの扱いを知らないのか？一応教えてもらったわ。初めて使うから慣れないだけよ。これはダメそうな気がしてきた。一度戻って先生に使い方を聞いた方がいいかもしれない。う、仕方がない。せっかくここまで来たんだから写真を撮って帰りたかったけれど。貸してみろ。取れたぞ。え、嘘。すごいわ。カメラ使ったことがあるの？ないけど、このくらい見ればすぐにわかるだろう。普通はわからないわよ。君、そんなのでよく撮影して回ろうという気になったな。だって一応説明してもらったし、どうにかなると思ったんだもの。その前向きな思考だけは評価してあげるよ。で、他に撮りたいのはどれだ？どうせ君はまともに使えないだろうから僕が撮影してやる。本当？じゃあ、校門の方から並木道に向かっての景色でしょ？それからこの木の真下からも撮ってみたいし、あとこの枝をもっと近くで撮れたらいいと思うの。つぼみを大きく写真に収められるかしら。仕方ないな。じゃあまずはこの辺りから撮ればいいのか？え、ありがとう。そうね、この辺りだったら木の上の方まで写せない？噂についても何かが来たいわ。
なが探している場所とか情報とか、そういうのもまとめてみよう。今日の君は本当に楽しそうだな。そうね、楽しいわ。新聞が完成したら真っ先にシローに見てもらうわ。私一人でもどうにかまとめてみせるから。せっかくこれだけ写真を撮ったんだ、記事もしっかり書けよ。ええ、もちろん頑張るわ。今日は付き合ってくれてありがとう、シロ。どうしてだ？寮まで送るぞ。今日は散々付き合ってもらったもの、もう十分だわ。疲れたでしょうし、わざわざ倍の距離を歩いて帰らせるのは悪いもの。今の時間だったら見ている人もいないし、何も気にすることはないでしょ。君がそれでいいならいいけれど。じゃあ僕はこれで。また明日な。寮へは戻らないの？ああ、少し図書室に寄って帰るよ。じゃあおやすみ。忙しかったのに付き合ってくれたんだわ。私も頑張らなきゃ。とりあえず今の段階でまとめられるのは、現像は先生にお願いするとして、あと必要なのは葛城さんかしら。あなたに来客が来ています。火球のようですよ。え、誰かわからないけれど、火球？お嬢様。え、おきく。お久しぶりでございます。夜分に突然お尋ねして申し訳ございません。え、久しぶり。いや、それはいいわ。どうしたの？一体何があったの？申し訳ございません。理由は聞かず、一度お屋敷までお戻りいただけませんでしょうか。どういうこと？まさかお父様に何か？いいえ、旦那様はお元気です。ただなにがあったらお菊がこんな反応するのよ。申し訳ございません。ここから先のことはどうかお屋敷にお戻りになって、旦那様から直接お聞きください。